はい、今回の動画は、ワードで表を作成する方法をご紹介します。で、まあ、表の作成というとね、最初から Excel で作るという方もいると思うんですけども、まあ、文字がメインの文章の中にですね、まあ、特にこの計算する必要がないですね、まあ、ちょっとした表をこう入れたいなんていった時はですね、まあ、Excel じゃなくて、ワードで作った方が、ね、やりやすいと思いますので、まあ、今回の動画ではですね、そのね、ワードで表を、ね、作成する手順をご紹介します。 それではね、えー、まずこの表をね挿入したい位置にねカーソルがねある状態でこの上の挿入タブのところをクリックします。はい、そうするとこの中にですねこの表っていうのがあります。えー、でマウスのポイントを持っていくとこの表の追加っていう風に出ますんでここをクリックしてください。 そうしたこの下のところに表の挿入っていうのがありますんで、ここにマウスを持ってってもらうとこういった形で、もうこれは感覚的にできると思うんですけど、まあ元々この黒いね四角のマスだったやつがこうレンジに変わると思いますんで、例えばじゃあ今ここの位置ですね、この位置はあ三行四列っていう形で上に出てますけど、ここでクリックします。そうしたねこれ見てもらってわかるようにこの三行4列の表が入りましたということですね。 で、まあ、表の作成はね、このやり方が一番やりやすいと思うんで、まあ、これで入れてもらえればいいんですけども、あともう一つね、入れ方があります。なので、それもね、合わせて解説をしておくと、まあ、同じくですね、挿入タブのこの表のところにね、クリックをしてもらって、この下にですね、この表の挿入という項目がありますんで、ここをクリックしてください。 そうするとねここ表のサイズっていうとこで、まあ、列数行数っていうのがありますけども、まあ、ここで数値を指定することによってですね表を入れることもできますじゃあ例えばさっきと一緒で列数が4で、まあ、行が3とかにして OK を押すと、まあ、上とね全く同じ表を入れることもできますんで、まあ、これはねあのやりやすいやり方で、ねまあ、どちらかでこう表をね挿入してもらえればいいかなと思います。 で、まあ、表の挿入が完了したらね、ね、まあ、ここからはねこういろいろ編集をやっていくんですけども、この編集のやり方に関してはね、ね、まあ、これから何回かの動画に分けて解説をしていきます。で、まあ、今回の動画では、ですね一、まあ、つだけ、この罫線の削除のやり方をね解説をしておきたいと思います。じゃあそれでは、ですねまずねこの表の中、どこでもいいんでね、ね、まあ、クリックで選択をしておいてもらって、そうすると、この上にね表ツールというのが出てきますんで、これのですねレイアウトタブのほうですね、こちらをクリックしてください。 はい、そうするとね、この中に、ですねこの罫線の削除という項目がありますんで、ここをクリックします。はい、そうするとね、このマウスのポインターがね、こういう消しゴムみたいなマークになりますんで、じゃあ、例えばですけど、今ね、これ、4列3行のね、この表を作ったんですけども、ちょっとね、この列が1個多かったなと言ったときはですね、まあ、もちろん全部表を消しちゃって、もう一度入れ直してもいいんですけども、このね、け、えー、線をね、削除することができます。なので、このね、罫線の削除をクリックして、この消しゴムみたいな状態にしてですね、この消したい線の上でマウスをクリックしてください。 そうすると、こういった形で、このね、線をね、削除するということもできますんで、このやり方もですね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。で、あとはですね、この形成の削除というところをもう一度クリックすると、この消しゴムの方がね、解除されます。で、ただですね、これだとただ線をね、単純に一本消しただけなので、ちょっとこの表のね、この縦の線のバランスが悪いので、これを変えたいよと言ったときはですね、まず一つやり方としては、このね、縦の線のところにマウスのポインターをね、こう持ってってもらうと、このポインターの形がこの形から、 この形、こう左右のね、こう矢印が入ったような形に変わりますんで、この状態でこのマウスをドラッグしてあげると、この自由な位置にこれを持っていくこともできますし、あとね、この最初に入れた時っていうのは、この下のね、表がそうですけど、等間隔になってますんで、もう一度ね、この3列にして、この等間隔にしたいと言った場合はですね、まずはこの表の全体を選択をしますので、 このね、まあ、表の中にカーソルが入っている状態で、この左上のとこ見てもらうと、ちょっと十字みたいなマークがあると思いますんで、ここをマウスでクリックします。そうすると、この表全体が選択されますんで、この状態で、この同じくね、このレイアウトタブの中にある、このセルのサイズという中の、まあ、ここですね、この幅を揃えるってやつですね、こちらをクリックします。 はい、そうするとこういった形でね、まあ、1本線を消して3列にしたんですけどもこの3列の表でもう一度ねこの縦が等間隔に変わりましたんで、まあ、このやり方もですね合わせて覚えておいてもらえると便利かなと思いますそれではね今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました